い、どうも、ティーチャーセットで今回なんですけど、今回は、今日からね、エヴァコラボでね、いろいろ追加されてるんでね、そちら紹介していこうと思います。ここね、エヴァ復刻ガチャがね、追加されてますね。なんで今全部で3つ。普通のガチャと、絶版ガチャと、こっちね、この復刻ガチャが追加されてますね。で、中身は、まあ結構豪華ですね、この中は。かなり金額あるんですけど、まあ、この中のあたりは、やっぱ M4 とか、だったり、まあ、黒レイとか、あとは人気のレイの学生服とかだね。まあ、そんなのが入ってるやつが、ガチャが来ましたよって感じですね。あとなんかね、今だけ期間限定で、電動ガチャでエヴァコラボのアイテム出るようになってますね。なぜか知らないですけど、この上の4つですね。車と HK50、CS、と AK がね、今出るようになってます。まあ、この4つのどれか欲しいものがあるんだったら、今はね、電動引いた方がね、いいんじゃないかなと思います。ショップの中に特に追加されてるわけ、ショップにもあるんですね、一応。一応、電動推奨2個で、クロレイかアスカ交換できますね。いや、これはちょっと高すぎるな。これは高いよ、ちょっと。って感じで追加されてますね。あとはイベントからね、これですね、ここが追加されてます。エヴァコラボ限定って追加されてるんですけど、ワンピースの時みたいなやつですね。未所持アイテムをね、必ずゲットできるやつで追加されております。オレンジアイテム福袋、金枠アイテム福袋、コラボ金枠衣装福袋、コラボ金枠重機福袋が追加されてますね。このね、右二つはかなりいいんじゃないかなと思ってて、3000金券で、この中、未所持アイテムのね、どれかが手に入りますということで、これはかなり良心的なんじゃないかな。まあ、ロボットが結構多いけど、引いても損ないんじゃないかなって思いますね。こっちもね、金銃、必ず手に入るやつ。これでワンチャン M4 とか、クゴ狙って引いてもね、いいんじゃないかなと思います。まあ、僕はちょっと金券足りないんですけど、まあ、ってな感じのは追加されてますね。またサマーフェスはまあこれお願いしときましょう。なんか金銃ここはニキシアの画像なんだけど、お願いするってなったらニキシア消えるんだよね。うん。まあなんですけど、まあ僕これ今一応サブアカで開いてるんで、まあマダムローズにします。はい。まあお金に余裕があってエヴァ欲しいっていう人は、この金枠確定のやつ引いた方がいいんじゃないかなって思います。電動のチケットちょっと余ってるんで、これ引いていこうかなと思います。もしかしたらエヴァコラボのね、限定の出るかもしれないんで、じゃあ、引きます。意外、もう早速一連でコラボのやつ出たね。まあ、これはオレンジですけど。うん。まあ、なんで今これが入ってんのかわかんないけど、うん。なぜかしら今コラボしてるということでね。まあ、せっかくなら当たってほしいですけども。そう甘くはないかもしれない。はい。外れですね。来い。何かしら金が来い。来ないかな。来なかったね。ということで一応本赤もあるから引こうかな。まあ本赤も一応ちょっとだけね、電動のあるんで、引いて終わりにしたいと思います。うん。まあ、エヴァコラボね、復刻の方は、あんまり僕欲しいもんないんで、今回はね、スルーさせていただきたいと思います。ちょっと全部引いてたらね、もう、お金なくなっちゃうんでね、はい。たまにはちょっと休憩も大事ですから。さあ、何も来ないかな？まあ、電動で引けるのはいいよね、安いから。けど、何も来ないかね。うん。はい、何も来なかったですね。うん。ということでね、今、電動でガチャ引けるのと、パックでね、いいやつが追加されてるんでね、こちらよかったら皆さん引いてみてください。まあ、よかったら引いた方ね、何が出たかコメント欄に書いてみてください。ということで今回、エヴァコラボで新しいね、ものが追加されたんで紹介させていただきました。よかったらチャンネル登録、高評価ぜひぜひお願いいたします。引き続き動画お楽しみください。Got nothing left to lose.
ハハハ。